竜が如く。極み。やっていきましょう。えー、こちらのゲームは、ヤクザのゲームでございますと。<laughs> ヤクザ極み。<laughs> ストレートすぎるだろう <laughs>、まあ。いわゆる人況者というやつですよね、えー。そしてこちら、2005年に発売された、プレイステーション通用ゲームソフトの リメイク。竜が如くのリメイク。みたいでございます。まあ、というのもですね。私が子供の頃に、えたくまくんだったかな確か。たくまくんが、なんか街中で、かん、え、何プレゼントバイセガ。うんうん。あ、オープニング始まるやつだ、これ。<laughs> ゲームパッド推奨ね <laughs>。今初めてゲームパッドを繋いでるんですよ <laughs>。ち,ちょっと待って <laughs>。あら、いいね。このタイトル画面で待ってるとオープニングがまた流れてくるやつね <laughs>。これもう昔のゲームあるあるなんじゃないでしょうか <laughs>。じゃ、ちょっと進んでおって、ここなら大丈夫かな <laughs> えー、何の話してたっけ <laughs> そう、たくまくんですよ。そのたくまくんが私が子供の時に えー、看板を持って、街中で人を殴れるゲームがあるから、一生遊ぼうぜって言ってきて <laughs>。で、たくまくんがね、家からプレイステーション2の本体とあの、でっかいやつ、まだ薄型になってないやつね <laughs>。と、この竜がごとくを持ってきて、確かね、街中で人を殴った記憶が薄ら、<laughs> あるんですけれど、 えー、それ以来ということで <laughs>。そしてこの竜がごとく、なぜこれ <laughs>、ヤクザ極みになってるかというと <laughs>、どうやらこれ永大みたいです。今私が遊んでるのがパソコン用のゲームソフトなので、竜、えー、がごとくイコール海外だとヤクザと <laughs>。いうことになっててこれヤクザ極みになってるみたいなんですよね。 いやねえ、今年が <laughs>、もうちょっとだけ話させて。<laughs> 2024年はね、やっぱ、辰年ですよ。龍の年でございますから、うわああ、怖え <laughs> 背中にぐっぐい入れ墨入ってるじゃんね。龍の入れ墨。まあ、た年ですからね、これはやらないわけにはいかないということで。 <laughs> そしてなんかめちゃくちゃいいゲームらしいんですよ、どうやら。なので、ね、ちょっと最速、最初からやっていきたいと思います。えー、難易度設定。イージー。アクションが苦手な方や、竜がごとくシリーズ初心者の方。うわ、イージーがいいなー。で、標準的な難易度です。アクションに自信のある方におすすめです。いやー、でもここでイージー行くのもなー。 ノーマルで。<laughs> おー、一生 !1995 年10月1日。親殺しの宿命。<laughs> こわー <laughs> いきなりの一生のタイトル、こわー <laughs> えーっと、始まりましたよ。あーあいにくの雨ですね。うわ、時代を感じるね。あのルーズソックス。 1995年って言ってたかああ。よくないよ、暴力は。ああ<ー>、<laughs> 諦めてる <laughs>。この街じゃ見慣れた光景なのかなん 1995年10月1日午後5時47分 <laughs> 誰か逮捕された <laughs> <ねえ笑>今の人逮捕されたんじゃないね <laughs> 警察の人えうわっ あ、よかった。警察の人いた。<laughs> この世界でちゃんと警察の人いた。動くな現行犯じゃん。え前日。1995年9月30日深夜。今のシーンの前日ってことか 眩しい。<laughs> 兄貴。はい。えー、す、すみません、本当こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろう、シンジ、はい、シンジ兄貴とシンジえんえーひ、あ、ちょ、っとえ早いな、表示消えるの。えー、っと、とう、ん <笑><笑>なんて読むんだ、あれ東城で登場会だよな、多分な。どこの奴らなんだその取り立ての相手は。うわ。すぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが、金利すらまともに払わねえ。で、手に負えなくなっちまって、うちに再建回収の依頼が。そうなんか。で、

兄貴もたまにはどうですいい店、紹介しますよ。シンジーねえ、ちょっと待ってね、シンジちょ,ちょっと、ちょっと待って、シンジね動き確認させてくれ。そのお店の話とかいいからね。<laughs> ついで、ここどこだえちょっと待って。今から俺 <laughs>、2億の取り立て行くのね。ちょっと、ヤクザすぎるって。<laughs> <laughs> いきなり <laughs>、いきなりヤクザすぎるってそれね <laughs>、シンジ <laughs> ちょっと自信ないんだけど、ちょっと待って待って。早く <laughs>、早く行きましょうじゃなくて、えっと、シンジについていく。RT、ごめんなさいね、ちょっと操作がほぼつかなくて。えーっと、ああ、いや、リアルにできてるなーえ、喋りかけられたりすんのあ、喋れるえー、夢見る男。 俺もこの街でホストやって乗し上がってやるぜ <laughs> え初対面だよね <laughs> いきなり <laughs>、いきなり知らないやつに <laughs>。夢語られたんですけど <laughs>、俺もこの街でホストやって乗し上がってやるぜ <laughs> ここってそういう街なのかなすげえいろんな人に話しかけれたりすんのかーえらいリアルにできてるな。汚ねえな。<laughs> <laughs> 汚ねえ街だぜ。えー、ちょっと待って、これめちゃくちゃ見たくなる。えー、っと、おー、ビー、おー、自販機。うーわー、すげえ、1995年だもんなまだこれタスポとかなくても。えー、でもタスポタッチするとことかないか。カードなしとかで買えた時代じゃねえか焼肉、うわ、テレクラうえへえあ、魔女クラブジャンソンあるじゃん いいねジチャンスは。あ <laughs>、ごめんなさい、ごめんなさい。えー、今は真ジについていこう。<laughs> 怒られました。<laughs> ごめんなさい。いや、でも派手な服装してるなぁ。白スーツにワインレッドのシャツ襟立てかーかっこいいねえ。冬じゃないですよね。れこれ湯気みたいなことか。あ、なんかこの人にも話しかけられそうだぞ。 え関東に出た出たこれ。登場会でいいのかな登場会系列、関西に5代目。えー、これは応援連合でいいのかな応援連合系列。大まかに言うと日本の極道はそういう風に分かれている。で、この町は、登場会系暴力団の根城だ、えー。道島組、島の組といった組が登場会系の主だった勢力だな。 ね、詳しい <laughs> 詳しいこと教えてくれた <laughs>、えー、あご,ごめんね、しんあすみません、通りますね。えっと。<laughs> <laughs> こいつまた出てこねえかなおっ <laughs> りだって <laughs>。うわ、いっぱいあるな、チョコレートが終わったら、<ん>飯でもどうですか悪いな。今夜は。あ、そうだ。 セレナに行くって言ってましたね。セレナああ飯はまた今度な。ちゃっと俺が兄貴なんだよな。兄貴がすごい、シンジ。シジが射程ってことか、つまり。<laughs> すごい後ろついてってるけど <laughs>。ちょっと待っててね、シンジ。すごい気になる。いっぱいなんか話しかけれましたよね、今の人も。ええー、うわ、服装が。うわー。95年だもんな。いいですね。話しかけれるぞ。 えー、セレナってこじゃれた店があるんですけどね。あ、なんかこの後、私が行くって言ってたへへママも美人だし、それにバイトの子がまたいいんです。ユミちゃんって言うんですけど、ほんと天使みたいでね。なら、そのユミちゃんと飲んでれば、ふん。おい、冗談さ、ハニー。<laughs> 初めてハニーって言ってる人見た、俺。<laughs> あ、なになになに何ですか話せる 話せないなぁ。えー、っと、セレナには綺麗なママがいると。えー、同時が、同時まぐといえばこの辺じゃちょっとしたもんですよ。えー、登場会計の中でも武道派で通ってますしね。我々一般人はただただ怯えるのみですよ。<laughs> それ知ってるってなかなかだと思うけどなえー、この人はセレナ、すっごいみんなセレナの話してる。<laughs> そんな有名なとこえセレナはいい店ですよ。今日は閉まってるようですが。ああ、開いてないんだ。じゃ、この後行けませんね。え、コンビニとかあるえ、今は真珠についてくわ。ちょっと待って話したい。危な歩きたまくしてやがるあいつあいつ危な当たったぞ、今マナー悪いなこの、あ、喋りかけれないか。行ける行けた。 えー、今、清掃中なんで、入店はご遠慮ください。申し訳ありません。<laughs> 掃除してるだけなのに入ってるのダメあーなんか、ワックス掛けとかしてんのかな救急車。すげえ。よくできてんな。あ、ごめん、心じお待たせ。<laughs> ちょっと入れるパチンコ屋じゃない無理か。いや、無理か。入れないな。早く行きましょう。ごめんね、心じお待たせ。<何>あ、話せる。兄貴。 今から取り立てに行くところは、ースファイナンスって会社なんですがピースファイナンス,ナンスっつっても潜りの金貸しですから結構足し悪いと思います。あら、うん、ちょっと痛めつける必要があるってことか。<laughs> かなり抵抗するでしょう。でも、こっちには兄貴がいるんだから、大丈夫ですよ、えー <laughs>。あんまり無茶すんじゃねえぞ。そうだぞ、信じ。<laughs> 悪いことしてんのはあいつらの方ですから、問題ないっすや。信じそれに、俺らよりよっぽど肩タギ泣かせてるって話ですよ。さあ、行きましょうえー、カギってのはあれですよね。よく人形者で出てくるワードで。まあ、あヤクザじゃない人たちみたいな。えー、ちょっと、あんま俺に期待しないでほしいなー。ああ、やだな。ちょっと待ってね。初めてだから、すげえ公園にも入れるじゃんねー。 第三公園うわぁ、運転とかあるよ。懐かしいね。えー、公園電気。<laughs> どうしたんです兄貴 <laughs> あ。ごめんごめん。お待たせしました。そうだ、いや、俺今から2億の取り立て行くんだった。<laughs> 兄貴、今から取り立てに行くところ。あ、同じだ。同じだ。同じ会話だ。う <laughs> <laughs> ごめんすげえ、セリフ用意されたら、真ジにぶつかったら、兄貴、痛いっすって言われる <laughs>。あ、ここか安心と信頼のピースファインそばにしました。誤解ここかええ、やだなー怖い。うわ、うわうわぁ、もう。 夜遅くに悪いな道島組の桐生だ桐生<や>まさか桐生さんが直々に用件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ明日明日まで待ってくださいお願いします夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえなえ <laughs> それにできねえ約束はするもんじゃねえ,えすみませんでもそこをなんとか おい、いい加減にしろよこ殺すんですか何道島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか金払わない奴は見せしめにされる。そんなことやってんの <laughs> うちそんなことやってんの,のそんなの金払わねえ奴らが、あることないこと言ってるだけだ。えわわわわわ金は払わないって言ってんだ。<laughs> なら、やるしかねえだろうがよ <laughs> 返せばいいじゃんで、ね、なん、2億ってなんでそんな額借りたのよえー、ピースファイナンス社長、平田 <laughs> ちょ、っで、ね、何構えてんのねえー、ラッシュコンボで連続攻撃じゃないって。ちょっと、ね、で <laughs>、 え、スター<ッ>トじゃなくて、あ、チュートリアル終わっちゃって、今から、ええー、ちょっと待って、今から、あ、いや、ごめんなさいすごい殴ってる <laughs> 今、ごめんなさい !OK じゃない。人を殴って OK じゃないのよね。<laughs> フィニッシュブローでダウンを奪え、X での連続攻撃中に Y、はい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 。<laughs> 私は、痛い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 。痛い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 たい痛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 いいい拾って打ちしてくる <laughs>。あップダップダ。当然的だな。えっ、ー、と、X でのラッシュコンボから、えー、Y と。これかなよいしょ。OK! ーー来たーまあね、借りたお金はやっぱ返さないとね。 敵の近くで B を入力することで敵を掴むことができますと。はいはい。危ねアップデンアップデンアップデすっげぇ殴ってくるじゃん。掴めたオッケー。で、B で投げると。おぉ、強いいてっ。痛いえへへへ。危ないなぁえ、掴んであ、なになに ?B 連打。危ない危ない危ない。掴んで、クセあこいつ。え <laughs>、武器を使って殴れ。

黄色の部分がつけるとゲームオーバー。赤く点滅しているのはとても危険な状態ですと。了解です。えー、喧嘩指南が完了しました。ピースファイナスの連中ダブルスでやりましょう。システムも、システムもヤクザすぎるってね、信じ何見てるのお前。 腕見て、腕組んで、これ。シンジー手伝ってよね、シンジェで兄貴が頑張ってんだからね。オッケーこうして、こうして、最後に、おあいいフィニッシュですねで。武器も拾えると、あ、ちょっと、ちょっと待ってね。あ、ゴルフクラブ。なんてことをするんだ。あ、すげえ、でもこれ。 キリュウさんって言ってたなぁ。めちゃくちゃ強いのかもしかして俺って。えー、っと、掴んで、<laughs> ジブイス。あはははこいつ強いなぁ。このオールバック野郎強いんですよね。ちょっと待ってくる。あ、ダルマがあるダルマ拾えるんじゃねえか <laughs> よし。<laughs> シンジー。シンジこれ、これ持って帰ろう、シンジーね。<laughs> シンジー <laughs> 腕,腕組んで何見てんのよ、シンジー <laughs> す、みません。もう勘弁してください。兄貴、回収しました。え、お金あんの約束の額だ。悪く思うな。あるのに返さないのはよくないですよね。 なくてね、まあ、返せないとかならわかるんですけど。兄貴、ありがとうございました。でも、これでついに気流組の立ち上げですね。え<っ>風間のおやすさんも言ってました。兄貴になら安心して組任せられるって。風間のおやすさんまだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐなよ。はい。そういえば、この後セレナで錦のおじきと会うんですよね。 西今日は裏口からしか入れないみたいですよ。展開地通りの小道入って、奥の階段2階です。分かってる。俺、しばらくサツの連中が来ないように、ここで見張っておきます。半分の1億円は、後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。えー、大丈夫ああ頼んだぞ。あ、まあ、そんだけ信頼してるんだ。えー、達成目標。あ、目録か。 え、達成目録に書かれたお題を達成することで、コンプリートポイントを得ることができますと。え、意識的にプレイしないと達成が難しいものまで様々です。え、展開時通りのゲート下にある、えー、ボ、ボブ宇都宮 <laughs> ボブ宇都宮に話しかけると貯めた、え、このポイントを交換できますと。ボ,ボブ宇都宮ドーンじゃなしにね <laughs>。 はしゃいでる兄貴がはしゃいでる <laughs> えー、シンジは一緒に来てくれないんだ。えー、人に50回話しかけるののてくれない階段な階です。了解ですあ、こうやって何人かいろんな人に話しかけるのも、えー、達成目録とかなんだ。えー、天開一通りもうちょっと地理がわかんないけど、自由に動けるんじゃないやった、ちょっとでも今お金持ってるからな。 全くあの金融どうなってんだよ。これもなんて読むんだ寝室中央パーキングかな寝室ってなんか <laughs>、で<ねえ笑>寝るところみたいですけど。ん話せる。<お>えー、ホームです。うん。道島の竜、桐竜一馬か。俺の名前かえー、俺を知っているのか。 あんた自分で思っているよりも有名みたいだぜ。ここらでだいぶ騒がしてるみてえじゃねえか。<laughs> さっきも <laughs>。だるまで人を殴ってきましたからね。<laughs> そういや、若い頃の道島組長に似てなくもねえやな。あの人も昔は怖いもん知らずでお前さんみてえな目をしていた。うん、今じゃすっかり見にくくなっちゃったが、まあ。あんま悪口とか言わない方がいいんじゃないなんかそんな怖い人ならね。<laughs> え どうで選択肢へ行け。<laughs> 気をつけ呼ぶな <laughs> <ん>。へいへい、失礼しましたと <laughs>。性格悪くなっちゃった <laughs>。俺とキリュウさん <laughs>。気アスけ呼ぶな <laughs>。え銀床あるじゃんお、すげえ実在のお店もあんの銀床じゃんえ 赤牛丸。ああ、ああ一仕事終わってセレナに出せ、<laughs> あいつらにアウトしよう。<laughs> ちょっと待ってね、もうちょっと探索させてください、この街。えぇ、ー、スーパーバーガー。いや、これはないよな、多分な。えー、ああ、この人にも話しかけられる。ええー、チーマー、あ、あ、ど、ど道島のギルさんあの、お、俺ら、なんかに、何かあ、すげえ。目障りなんだよ。<笑><笑> す、すいません以後、気をつけますからし失礼します <laughs> すげえ性格悪いじゃん、俺のキリュウさん。さ、ね、<laughs> <あ>ん<な笑>射程の真珠の後ろに、ひょこひょこついてった <laughs>。あ、ごめんなさいぶつかっ、ぶつかっちゃった。えー、ホットドッグ屋さん。あ,あ,あ、ごめんなさい。<laughs> まちょっとね、操作に慣れてなくて。すげえ、めちゃくちゃある。 セレナどこだ <laughs> セレナどこよ <laughs>、ね、セレナどこよあこっちは行けない,い。今はこっちに行く必要はない。はい、<laughs> 何これ映画館かなか鶴は恩を仇で返す <laughs> 面白そう。<laughs> 面白そうな映画やってんじゃん。えー、いいなちょっともう楽しいんですけど、このゲーム。ちょっと待ってね。操作確認をちょっとしちゃおうかな。 あ、マップが開ける来た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 太平通り、劇場前通り。えー、展開地通り、これだここじゃねえか目的地がなんかこれで表示されるセレナ気流の行きつけのお店。ここがピースファイナンスだ。はい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 。俺が暴れたとこで、風間組事務所かな風間のなんかおやすさんとか言ってましたもんね。<laughs> キリュウさんはお世話になった人かなお、話しかけれる。え、君はあ、ヤクザだ。えへへへへ。街中に居すぎだろ、ヤクザ。えへへ。道島組さんは相変わらず景気が良さそうで。へへへ。うちもあやかりてえもんです。あ,あおお、道島組のキリュウさんじゃ。え、めちゃくちゃ有名人じゃん、俺。あ、今こっち行く必要ない。ちょっと待って。え、メンズ TBC ある。 <laughs> やっぱ実在のやつあるぞ。んあ、この先だ。あ、セレナの話してたところだ、みんなが。ここがセレナかんああ、ごめんなさい。ああ、ごめんごめん。ああ、やめたほうがいいんじゃないえ、やるの <laughs> <laughs> ヤクザ <laughs>。ヤクザ同士でやっぱ顔見知りとかじゃないんだ。敵の攻撃をガードせよ。はいはい。えこのボタンでガード。おいいね。<laughs> よしオッケーオッケーオッケーよーし、オッケーガード以外にも A でのスウェイで回避する方法もあります。えー、スウェイはこれですね。おっかっこいいかっこいい え、ヒートゲージを使いこなせ。今、左上で赤く光っているゲージをヒートゲージと呼びます。えー、ヒートアクションで豪快に攻撃。ヒート状態になると、気流が体からオーラを発射中です、えー。ヒートアクションで豪快に攻撃。っいてっあちょ、ちょっと待ってねいや、確認してるでしょうか、ね、あ、ごめんごめんえ、ビーン投げるえ、危ない危ない危ない。あ、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 ごめんね。え、なんか、今表示出たな。 えー、D で敵や物を掴んで Y。物を掴んでもいいのえっ、ー、と、ちょっと待ってね。ああす。<laughs> ロング角材。<laughs> ロング角材拾っちゃった。<laughs> これで Y を押せばいいのかなえ、来たあ、えあうわ、行って行ってああ死んじゃう、死んじゃう。死んじゃああ、あ、あぶあぶだ、あぶだ。危ない危ない <laughs> あ,あ,あごめんごめんごめん <laughs> いやー死んじゃう死んじゃう死んじゃうよこれオッケーいいね男倒せ <laughs> ま謝ったのは謝ったんですもんねあなになに危ない危ないいない,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 いちょっとヒルさん頑張って <laughs> かっこいいね危な危ない危ない危ない <laughs> 三 <laughs> 回目 <laughs>、三回目なのよね。俺何もやお前。ロング角材の龍と呼んでくれ。え？キリュちゃん。あ、誰<れ>？兄貴、キリュウってあの、そうやえ、島の龍、キリュウカズマちゃんや。カズマ、<laughs> お久しぶりです。真島の兄さん。 兄さん。えー、道場会計直径島の組って書いてたぞ。遅い遅い